オソルノは、チリ中南部にある都市で、ロスラゴス州、オソルノ県の県と、人口は2009年現在16万475人。ペドロデ・バルディビア統治下の1553年、副将軍、フランシスコ・デ・ビジャグラによって、町の設立が最初に計画された。しかし、バルディビアの死によって、実現しなかった。1558年3月27日、統治者。 ガルシア・ウルタードで面倒さにより町が設立された。町名は、ビラデさん、マテオで恐るので、彼の祖父にちなんだ名前であった。1602年10月、原住民のウィジチェ族の反乱により町は破壊された。1796年、アンブロシオ・オイギンスの命により恐るのは再建された。1850年頃、シリ政府は地域開発のため、 ドイツ人の植民を奨励した。ドイツ移民は恐るのが彼らの育った気候、地形に似ていることに気づいていた。ドイツ移民の助けを借り、地域経済発展のために地理国営の牛の牧場の拠点が恐るのに作られた。欠片の気候区分では西岸海洋性気候であるが、冬に雨が多く夏は比較的乾燥するため地中海性気候の特徴も合わせ持っている。 夏器は冷涼、陶器は比較的温暖な気候であり、雨が多い。ありがとうございます。